株式会社、ネジズホールディングスは、栃木県宇都宮市に本社を置く日本の持ち株会社。トヨタ自動車ディーラー2社を中核として、自動車関連事業や燃料販売事業、海外合弁事業等を展開するネジズグループを統括している。グループの源流企業である、新庄商店と現在のグループ統括会社、ネジズホールディングスは別法人であるが、 創業からの変遷をたどる上で本校ではこれらをまとめて記述する。トヨタ自動車は国内のディーラー展開に関し、地場の有力資本化に委ねる方針を事業開始当初よりとっているが、反社側の事情等で TMC が一時的に直営化する場合があった。2006年、当時の TMC 直営反社の一つ、福島トヨタについて TMC は 近隣販社の経営規模、バランスなどを考慮し最良の譲渡先を模索、林県、栃木のトヨタ店販社、栃木トヨタ荒井義雄社長に、福島トヨタ株式の譲渡を打診する。栃木トヨタはこれを、受諾、2007年に、福島トヨタを子会社化した。2012年、栃木トヨタ社長に就任した、荒井進むのは、元来、一県一社が原則である。 トヨタ店2社の資本が親子関係となっていることに疑問を抱き、解消する手立てを考えていた。2014年11月、栃木トヨタの株式移転により、純粋持ち株会社、栃木トヨタホールディングス株式会社を設立。翌2015年7月、栃木トヨタ及び福島トヨタの2社を、持ち株会社の直接子会社とするグループ再編を行い、 両者を対等な関係に位置づけた。2020年7月、トヨタの国内反射としては初めて、ミャンマーヤンゴン市内に新車ショールームを出展、海外でのディーラー事業を始めた。株式会社新庄本社1882年、栃木県カラス山の交渉、荒井万吉商店から初代、荒井昌吉が分け、独立し、カラス山の中心部、中町に荒物、 砂糖、雑貨を種の取扱い品として開いた新井小吉商店がネジズグループの始まりである。1900年にはライジング産石油の特約店となり、グループ発展の礎となる燃料販売事業をスタートさせた。ネジズサービス新庄宇山田町ガーデニ SS ネジズ、サービス新庄西原ガーデニ SS 大賞から昭和初期にかけて積極的に 新事業を手掛け、栃木県内でタクシー業をいち早く始めたほか、宇都宮市大区長で、都自動車商会を起こし、フォード特約店となり栃木、茨城両県で自動車の輸入、販売を行った。太平洋戦争開戦による国策もあり、輸入代理店を辞めることになったが戦後、国内販売網の再構築を急ぐべく新たな栃木県の事業パートナーを探していた。 トヨタ自動車工業との特約店契約締結、栃木トヨタ設立へとつながる。なお、個人商店の荒井正吉商店を法人組織、公明会社新庄商店にしたのと栃木トヨタを設立したのは2代目、荒井正吉の時。3代目、荒井正一は、栃木トヨタの経営を軌道に乗せるとともに、旧カラス山町長を2期務め名実ともに、町の名手となり、4代目、 新井義夫は、栃木トヨタを、全国トヨタ店、優秀ご家店にランクアップさせ、TMC より9年連続で表彰を受ける企業に、育て上げ、県経済界でも、各種の住職を歴任した。現在グループを率いる5代目、新井進能は、源流企業で、グループの親会社的存在、信条について、売上規模等の現状に即したグループ内の立ち位置に、苦慮する。 ネジズホールディングス発足後の2016年4月、新城の燃料販売事業等を九州分割により、カラス山貨物自動車へ統合の上、栃木とヨタ参加に組み込むこととし、ネジズグループの現体性が整った。2019年、栃木とヨタ社長の職を弟、荒井隆則に託し、自らはミャンマーでの海外合弁事業と地域活性化などを目的とした。 提携事業、参観学の連携事業に注力している。2012年にグループ全体を引き継いだ新庄五代目、荒井進むのはグループを再編した上でグループの存在理由を新たに作り社員と共有する必要があると考え実践する。新庄の起こりである雑貨販売やガソリンスタンド運送業は典型的な地域密着事業であり、 地域の人々の暮らしが豊かになるように、何らかの形で地域のお役に立つようにとの思いがあったはずだが企業規模が大きくなり、またトヨタの冠のもとで事業を行うことで、目先の経営指標に目的が変質し、もともとあった企業家精神や創業の志を見失っていたことに気づく。自分たちが地域のためにできる事業活動を追求していけるよう、地域に根ざすイコール。 ネジズというコンセプトを打ち出した。2015年のグループ再編の際、統括する持ち株会社の社名にネジズを採用して企業理念を明確化する。翌2016年にはグループ源流で創業地のカラス山に本拠を置く新城の燃料販売事業等とカラス山、貨物自動車を統合した新会社にネジズサービスの名称を用いた。 栃木・トヨタ自動車及び福島・トヨタ自動車の2社を中核司会社として栃木県及び福島県をメインに事業を展開している。2017年アジア最後の経済未開拓市場として発展、著しいミャンマーでのディーラー事業展開を目的にミャンマーの流通、販売部門で幅広くビジネスを展開する地場企業グループ、ヒントハールグループホールディングズと業務提携し、 合弁会社、ヒントハールネジズ CEO、リミテッドを設立。ヒンターネザスは2020年7月、ヤンゴン市内にミャンマーで4店舗目、日本のトヨタ系販車としては初めてトヨタ車掌ールームを開店、新車販売、自動車整備事業を行っている。二千十六年、地域活性化などを目的とした、包括連携協定をグループ発祥の栃木県及び、 ナスカラス山市と締結したほか、宇都宮市、ユースマート推進協議会への参加、事業構想大学院大学と連携した、社会人対象の教育プログラムなど参観学の連携事業に取り組んでいる。また、地域文化、スポーツ活動の支援に力を入れており、天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権、大会と地域県予選を兼ねた、ネジズカップに特別協賛しているほか、 栃木トヨタ、福島トヨタが地域のスポーツイベントや祭事、自然保護活動などを行っている。ありがとうございます。